私は狂人なのでしょうか。殺人狂とでも言うものなのでしょうか。完璧ですね。大体あなたの物語を表現したいのなら、私じゃなくて智樹くんが主演をした方がいいんじゃないかしら。あなたの言葉は抽象的すぎるわ。バカにでも分かるように教えてちょうだい。ちんぷんかんぷんだわ。美しく
そういえば、確かに私は美少女だった。
お聞きしたいことがあるのですが。